ありがとうございました。公園ずっと我慢してたんですよ、ね、食べ食べ食べって言ってたのに後ろでもですね食します。カレー悩んでました。そう、なんか私チキンカツにしたんですけど、チキンカツかしゃぶしゃぶ、うん、豚しゃぶ、豚しゃぶ、めっちゃ豚しゃぶも悩んだ。もうメンチカツにしたでトッピングで、トッピングで単品ポテトっていうトッピングがあって、全然落ちないこぼれちゃいそうだった。ポテト食べれるんだって思って、そう、あのフライドポテト食べたかったね、りなちゃんは。フライドポテト来るって思ってね、単品ポテトトッピングにして頼んだら、うん、ポテトサラダが来ましたポテトサラダ食べたかったのが良かったですね。そっちのポテトですと思いました。ポテトはポテトでポテトサラダの方でした。制服の目どうでしたか皆さん。楽しかった？したっけ？したか。寝てたから見てない。見てよ。それは今すぐ。あ、見えないのか。アーカイブすぐ待ってください。見てください。え、あの枯葉の傘は、私別に壊してはない。あの壊れてた、うん。私が壊したんじゃない。びっくりしたんだよ、内心すっごいびっくりしてたんだけどすごいちゃんと分かったんだ。え、出た瞬間壊れたからパホッ、えっ何回ぐらい見るわ見て、いただきます。嬉しい、カレー食べたかった。いただきます。めっちゃ美味しい。気づかなかった？壊れたの？よかった。え、待って、辛いかも。え、辛いかも。だから甘口にしといた方がよかったもん。中辛って言ったじゃん。うん。え、辛いかも。いけるいける、食べる食べる。そう、ショールームでね、昨日傘壊れたっていう話をしてたの。あと、ありがとう。DMM 分かった？そうだよね、分かるよね。なんか、あの、分かんない、あの、ありがとう。今日もありがとう。現地で見てくれてた方で、あの、ちょっと、席が後ろの方は、分かんない。前絶対気づくでしょ。うん、大丈夫？大丈夫。え、そうだよね、だってマイク持ってる、手で持ってたから。ありがとうございました。下手の方はね、え？
美味しすぎてるね。やばい、念願のカレー屋さん。カレー混ぜる派？え、混ぜないの？めちゃめちゃ食べる。本当？めちゃめちゃ食べれないこともないけど、でもこれなんかさ、ちっちゃい頃はふわって混ぜてたの、うん、混ぜなくなった。あ、でも家で食べるときそうやってなってるよ。あ、そうだよね、わざわざ、うん、あのお皿を分けないよね、うん、分ける方いるのかな。え、いるかな。カレー食べるときみんなお皿分けます？分ける。どうやって食べる派？ありがとう。混ぜる派？そう、ポテサラだった。よし、ごじゃぎで空腹させて、お腹すいてたんでね。ありがとう。え、チキンカツめっちゃ美味しい、やばい。違いでした。たまにありがとう。めでたありがとう。でも思った。だってさ、トッピングのところにポテトって書いてて、ポテトって単品ポテト。そう、単品ポテトって何と思っ、わ、ちょっと思った。うん、で別のところにフライドポテトって書いてたから、うん、あ、ちょっとちっちゃい版なんだって思った。ポテト違いでした。まさかサラダが来るとは思わなかった。うん、ちょ見してこれ来た予想外すぎる。4列目のセンターだからバッチリ見てましたそうだよね、だってマイク と傘の取っ手持ってるもんね私。ね、でも美味しそう。今度やってみます。ありがとう。そう、歯ブラシね、折れたんですよ。辛いけどめっちゃ美味しい。なんか思ったよりサラサラだったルーが。そう、うん、カレーもっとお家ドロドロ。うん、もうちょっとルートロトロしてる。うん、さらにしよう。お昼カレー食べようか悩んでたけど、もう夜カレーにする。しよう。成長してた、よかった。ハートありがとう。ごじゃぎゅうに逮捕ですうん、昼間に起きたら夜の仕事中に寝ちゃう。それはやかない。生卵入れるんだ。なんかさ、何にしようかめっちゃ悩んで、なんかみんなほうれん草も美味しいって言ってたから、ほうれん草も悩んだんだけど、どうすこい、間違えてるよルーム。どうだっぽい。もうすぐ JK なんだね私。JK。お花ありがとう、ハットありがとう。うどん食べた。うどんもね、いいなって思ってた。うん、なんかさ、2人ともお腹空いてたから何でも食べれるのそうそう、本当に。だからめちゃくちゃ迷った今日は。うん、いつもリナはさ、割と重機の中では悩んない。即決だよね。そう、私だけ一生悩んでるからとキョッピーとかね、サックはずっと悩んでるけど、今日はもうお腹が好きすぎてリナも悩みました。うん、何でも食べれちゃう。アーカイブの定点で見てみます。見てみてくださいもう進めます、見るの。見てみてください。すずきちゃんからお菓子、え、もらった。めっちゃ可愛い、嬉しかった。 MC 式ドキドキしながら見たなんだっけ、できるから質問。うん、そう、今日初出演のココちゃんとさつきちに質問しようみたいな、うん、さつきちがタヌキって言ってるのにパンダ、え、もうパンダって言っちゃった。お口抜け食べるよ、大好き。本日の主役の奥のココハちゃんが
パンダ好きらしくて、とってらしの写真の時にねパンダパンダ言ってたの。だからさつきちたぬきって言ってるのにパンダって言っちゃった、ごめんなさいね。美味しそう、めっちゃ美味しかった。カツカレー一択。だよね、カツカレー美味しいよね。でも豚しゃぶも美味しかったよ。壊れた瞬間見逃したのに、マイクと何持ってるんだろうってなった。え、美味しくない？クリームコロッケ。え、なんか同じようなこと言ってる人いる。なんて？豚しゃぶカレーに、あ、牛しゃぶカレーにエビカツソーセージトッピング。え、そう、エビ、そう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 、あのさ、豚しゃぶカレーにエビフライトッピングするか悩んだの。ね、なんだか一緒だ。暑い、めっちゃ暑い。あ、辛いから？うん。え、基本なんか普通ってこんな辛いの？前食べた時そんな辛い記憶なかった。え、めっちゃ辛いんだけど。リーナちゃんのメガネに注目しました。今日大丈夫だった？大丈夫だった、めっちゃ確認した。中尾の歌の歌詞の引率安定感抜群、慣れてきたんでね、うん、アレンジしちゃったりしてます。ミンチカツカレー、ミンチもあるんだ。へえ、美味しそう。ひき肉ですじゃん。ココイチ、あ、あっちのココイチかと思った。ここで、え、生卵入れればよかった。知らなかった。言ってる？うん。え、でも美味しいよね絶対に。甘口、そう、リナカレー甘い方が好きで甘口にした。私も甘口にしたらよかった。でも美味しい。なんかいいね、逆にさ汗かいて食べれるから。もう汗かいたのに。うん、第2弾。おお、汗第2弾。うん、いいですね、いい汗かいて。あ、お皿入れたくなかった。頑張りよく、頑張りよく、よく言ってるよ。え、そんな言ってないよ、この前言っただけだよ。本当？うん、まあ頑張りよく言ったんです。小籠包いいね。ん？小籠包カレーに？違う違う、公演後に。食レポの経験値を上げよう。意外と上手ですよ。今日はな、もうあんまやる気がなかったんで、なかった。カレーってありきたりじゃん。何が？食レポって言ってもさ、カレーってありきたりじゃない？かわいい、ありがとう。お腹減った。あと、ありがとう。ココイチ普通でも辛めだよ、だって中辛って言ってたもんね。まだ見ました、これで。もう私次から絶対甘いのにします。甘口食べてるとまだ子供だなって。子供だもん、まだ。エビ煮込みにソーセージととんかつ、めっちゃトッピングするね、みんな。傘の絵持って歌ってたから気づいたなって。うーん。楽しかった、ありがとう。でもポケットとかないから、私はもうあれしか選択肢がなかった。まあ、ナイス、ナイスだと。横浜雨だけど、うん、名古屋は。ありがとう。今度は多分お水飲みちゃう。水ね、なんとね。じゃん、もう一本あるわ。よかった、2本持ってて。でもなくなった。え、もう飲みすぎて、辛すぎて。エリーナもう一本持ってるよ。天井見えた。天井見えましたね。辛い、美味しい、熱い。カレー何からまでいける？わかんない。そんな調整したことない。絶対これまで。これ限界。でもリーナ、辛いのは割といけるよ。うん、食べてみる？ちょっともらおうかな。え、食べたことあるけどね。別に、そんな辛い？
え、めっちゃ辛いじゃん。でもちょっと辛いけど。いや、結構辛いよ。食べる？甘いよ、うん、こっち。わかるかな、これぐらいで。うん、多分分かった。全然違うもん、味。うん、全然辛くない。驚くほど辛くない。うん。スースーいて。え、ふゆっぴさん5から食べてるんだって。え、やばい。絶対5はいけん。無理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 。え、なんかさ、今日看板メニュー見て思ったのがさ、うん、なんか6から8からみたいなのもあるらしくて。で、どういうこと？6からから8からっていうのがあるらしくて、その下に注意書きで5からまで完食できた人のみですって書いてあって、やば、めちゃくちゃ辛いんだなって思った。めっちゃスースー言ってる。ごめん、うるさくて。ただもうめっちゃ辛くて。あ、めっちゃ美味しすぎる。でも美味しい辛さしてるから食べれるけど、ダメこれ。辛い。でも注文の時どれくらい辛いですかってクレムに聞いて、中辛ですって言われて、うん、じゃあそれでお願いします。中辛いけるかなって思っちゃったよね。だってさ、一蘭行った時もさ、うん、辛さなしだったじゃん。うん、辛さなしの人が中辛に挑戦する。しかも辛さ入れてる人が甘口にしてるからね。ちょっとカレーは甘い方が好きなんでね。ラーメンに辛いのはスパイス足していいんじゃないかって思ったけど。ウカキスリーナのメガネ確認から、うん、いい感じでしたでしょ。ハトありがとう。最後ですか、当選。おお、応援してね。そう、ちょっとだけね、ちょっとだけね、あの折れた瞬間ね、あっていう顔はしてたんだけど。あ、したんだ。うん、そりゃね、びっくりするじゃん。取れないもんだと思ってるじゃん。うん、いや、それちゃんと歌えるのがすごい。なんか逆に冷静になったよね。逆にくるみの生誕祭の仕切りが素晴らしかったと思います。緊張したのかな。だって緊張したよ、めっちゃ噛んでたよ私。めっちゃうまかった。本当、練習よりもうまかった。うん、練習りんのちゃんに聞いてもらってたの。だいぶ噛んでたよ、ね、うん。なってましたね、練習は。うん、7から食べたことあります。20からまであるよ、あれ。死んじゃう。やばいよね。うん、20から食べたことある方いるかな。いる。食べたお弁当のスケロクのことをあんずちゃん6スケ、ね、6スケってずっと言ってた。6スケ弁当が11とかもあるってこと。11、12、13もあるの。うん、じゃあ10以上食べてる方。キアの自己紹介、今までこっち自己紹介さすがに大丈夫。さすがにそこは安心して、負けないだよね、みんな混ぜるよね。え、分ける派、え、分ける派のいた人いた。ご飯とルー、うーん、珍しい。すごい、レアですね。今日の声もかわいりちゃん見ました。それはよかった。グリーンカレーみたいなシャバ系のカレーはお皿分ける。え、シャバ系家で食べたことないかも。外で食べるときいつも分けてあるくて。こんばんは、ちょっと待った。え、鍵穴ね、鍵穴、私こんにちはなのにこんばんはって言ったから。まあ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 、ざわざわしてたよね。洗い物増やしたくないので全部まとめて載せる。まあ、それはわかる気持ち。洗い物増やしたくない。今日は最初の鍵穴からもうなんだろう、藤になっちゃってる。スープカレーは食べないですか。スープカレーって何、スープのカレー。
え、インドカレーで出てくるような緑のカレーで。わかんない。なら食べたことある。シャバシャバ系食べたことある。多分スープカレーかな。あれはめっちゃ美味しい。こういうことに可愛く綺麗になってつらい。つらいですか？カラスいくつ食べてるんですか？普通です。めっちゃ辛い辛いって。ってすると思う。それはそうだよね。ボールボールありがとう。そう、お昼公演久しぶりなの。普通にお昼公演が久しぶりじゃない？ね、あったっけ？ないよね。ない。いや以来。そう。まあそりゃごめん、間違えました。すみません。リーナ甘辛でクルミンは普通、全然何からでもない。辛いです。うおー。おー。分かんない。あとありがとう。サラサラカレーが好き。え、みんなサラサラ好きなんだ。私ドロドロが好き。リーナもドロドロが好き。え？危険だ。危険レベル。待って待って待って。あ、こっちの方がいいんじゃない？まあまあ。あー、意外と。あー、でもなんか。いけるいける。何こぼした？これね。あ、めっちゃ取れた。綺麗に。すごい。すごい。サラサラだから良かったね。ありがとうございます。お弁当のカレーって美味しく感じる。本当？ちょっとお弁当のカレー初めて食べたんだけど、普通に美味しいです。ココイチ本当に美味しい。ね。ちょっとさ、ココイチって聞くだけでここで一発思い出しちゃう。ビアに絡まれてますね。か最近気になって、それは会いに来るしかないんですか？会いに来るしかないんじゃないですか？そうですよ。うちは気づいてた。ありがとうね、うちは。嬉しかった。お強い。ありがとう。なんかいけるかも。慣れてきた。え、本当？うん、辛いけどね。海外、慣れてないよ。今日さ、あれについて話してたよね。都道府県のなんかいいところみたいな。この前話してなかった？くるみ K2 でね話してたよ。うん、奈良のいいところ、愛知のいいところは、愛知のいいところはご飯が美味しい。うわ、あと真ん中だから、うん、どっちにも行けるそれ言ってる先輩いた。やっぱり今そこらへんかなあ、間違えた間違えたあえて言わなかった。なんだかみんな知ってるからって。そうだね。SK があることです。これが最大の利点ですね。愛知っていうことの。なんかさ、愛知の形がみたいな。カニ。習ったカニで。うん、リーダーカニ習った。やっぱ習うんだ愛知の人。人ってさ、カンガルーとか言ってる人いるよ。いや、そもそも習ってないからさ、わかんないけど。習ってよ。もっと愛知のこと紹介してよ。やっぱ奈良だから奈良は愛知には興味ないんですかね。じゃあ奈良は奈良のえ、奈良のことをいっぱいは学ぶっていう、わかんない奈良人の場所がわかんないなんか、奈良場所わかんないって言った？兵庫の隣なのは知ってる。あ、違う、兵庫の隣じゃないねえ大阪、大阪京都、京都かな、京都修学旅行で行くもん、京都の隣だよね。隣っちゃ隣だけど兵庫ではない。大阪、うん、大阪、大阪。ああ、そうなんだ。大阪ってえ、なんか下ら辺にあるとかで覚えてるからみんな下？うん、日本地図があって、と北海道が上だとすると沖縄下で、うん、真ん中が愛知で、それより下が、ああ、西側ね。びっくりした。奈良の形とか何も習ってない。なんか都道府県の形、これはこれだよみたいな習ってないな。カレーとポテサラ食べたくなってきた。リーナのせいですねうん、そうだね、京都の隣っていうか京都の下だね。あ、下なんだ。重機で一番優柔不断なの誰？クルミですね。絶対私だね絶対にそうです。
ソーと納豆トッピングを義務付けられてるね。そうなんですよ、そんな義務があるんですね。美味しいですか。え、結構なんか豚しゃぶにほうれん草入れる人いる。やっぱ豚しゃぶ美味しいよね、わかる、うん、わかるけど、ほうれん草入れるんだ。ほら、ありがとう。りなちゃんを奈良に連れてって。奈良行こう。奈良何がある？おすすめ。固まんないでよ。なんか奈良はテーマパークとかじゃないの。うん、わかる、わかるわかる。ユニバとかディズニーとかじゃない、ゆっくり系だよね、ゆったりできる。景色が綺麗だったり、うん、お寺がいっぱいあるから、うん、そういうこと。え、奈良でさ、休日の日何するの？どっか行くとか。何してたかな。いつも何してたの？いつも何してたんだろう。なんかいろいろしてたけど、だからまあジブリパークとかそういうのじゃないってこと、うん、ならはわかりますか。あと結構割り返しどこにいても山が見える。うーん、でもさ、奈良公園とかから見えなくない？え、見える。見えるっけ。うん、だって山に囲まれてるもん。自然豊かで盆地だよ、盆地。海なし県だよ。海ないんだ。海ないよ、だから海に好きなの。あー、そういうこと。そうだから逆にね、山見慣れてるもんね。うん、うん、大仏とかね。そう、リナが修学旅行で奈良行った時は東大寺と、あ、何があるか。奈良公園行った。うん、奈良公園のとこになんかさ、お寺あるよね。うん、なんかもう いっぱいある、いろんなところに。そこら辺も行った。で、すぐ京都行ったり。京都奈良健康ランド、奈良健康ランド。健康ランドなんてあんの？まあ、温泉。あー、温泉ね。の横になんかあるんだ。温泉が奈良健康ランドで、その隣になんかめっちゃなんかさ、なんていうの、トランポリンみたいな、トランポリンのなんか滑り台とかあるじゃん、うん、よくある、ね、ああいうとあそこめっちゃ行ってた私。めっちゃ行った、小学校の頃。楽しそうでも。うん、うん、だから飛びながら笑っ、一回壺に入っちゃったらもう横腹痛くて痛くて。筋トレになるね。うん、マジで楽しそう。めっちゃ好き、あそこ。もう行ってないけどね。行けんねんねえかな。これは甘口でもリーダーは辛口です。違いますよ、リーダー中辛ぐらい。甘口は甘え、そんなカレーに甘えとかないから。逆に何、みんなどれくらいまで食べれるんですか。奈良の人は雨村で遊ぶイメージ。うん、本当。でも奈良の人はもう大阪行きがちじゃない。行きやすいしね。京都とか。うん、行くけど、うん、大阪の方がシュッて行けるから、まあ、うん、そう、大都市だしね、大阪。うん、めっちゃ早く餅つくやつあります。ありますよね。あるあるある。なんかおいし、なんかあの、なんていうの、うん、甘いあのお店、うん、カフェとかも最近いっぱいできてる、うん、生駒三重遊園地はあるんじゃない。最近行ってない。ある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 よ。ほら、ありがとう。スクランブルエッグトッピング。あ、そうなんだ。生タンブルより美味しいよね。結構本当にね、山山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 
したことある野外学習みたいな。なんかね行ったの、うん、でなんか他の学校の人たちもいて、うん、他の人学校の人たちはカレー作ってたの、うん、かよくあるじゃん、うん、も作ったカレー作るって、うん、でも私たちなんかあの家庭科の授業で調理実習っていうのをその時してなくて、うん、作らなかったの。一番の醍醐味じゃない作るって、うん、めっちゃ羨ましかった他の学校の人押した、うん、火囲って、うん、キャンプファイヤーいいな。天候の関係でできなかった。うーん雨降ったんだ、うん、しかもさテントでホテルとかじゃなくてテントで夜寝ててみんなポト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 じゃない音趣味じゃなくて、まあそんな感じだし雲がめっちゃいた。こうやってここら辺にうん、なんかカドッチョとかの部屋テントので、まあ女の子と一緒だったんだけどめっちゃ強い子がいたからよかったけど、のラッキーだね。やばかったよね普通に。恐怖で怯えながら寝てました。リーナちゃんの奈良の知識浅すぎて面白いもうちょっと関心持ってよ奈良に鹿がいるっていうのは知ってるいるけど広島とかにもいるから鹿桜は桜も綺麗だよ。桜綺麗、そうなんだ、うん、そう昔首都だったし、ね、られそうになったけど何て答えた。耐えて頑張れ。カレーの時何飲むの。カレーの時、ね、水だよ普通に。ファンタでもコーラでもなく。奈良健康ランド関西以外知らん知らん。やっぱりそうだよね。知らない。奈良健康ランドだよ。知らない。頑張れよ。呼ばれてないです。あとありがとう。行ってないよ。ユニバーとか行きがち。いや本当にもう大阪行ってた私は。カレーショーもそう。えって思ったら違かった全然。関西のココイチ限定で牛すじトッピングあるらしい。へえ。絶対美味しいじゃんそんな。いいな。あいつに。ロケットありがとう。初見です。こんにちは。大阪詳しいよね。大阪詳しいのか。でも大阪はよく行った。あともうね。ケイトの間ありがとう。ありがとう。リマありがとう。ごめんご苦労さん。ピノキオ君楽しそうでしたね。心なしか上見てません。え？上は見てないけどピノキオ君楽しかったよ。この後ファンクラブで頼んだトランプ。おお、よかったね。感想教えてくださいね。5からだって5からいけるってすごいです ね、 ね。えウェピさん10から余裕で完食だって。余裕で次元が違う。えご飯の量通常にした。こんばんは。傘替え時だったねあれ最近15からだっけ。あれ20からだって書いてたんだけど。あ、え、食べたことあるってこと。15からまでそういうこと。え15からって考えただけで怖い。死を意味するカレー以外何食べた。カレー以外何食べたの。何食べたっけ。全然覚えてない、全く覚えてないけど、なんか何なんかね、なんかのゲームみたいなのしてて、でも何か全く覚えてないんだけど、なんかひたすら山を行き来してたの、うん、めっちゃ歩いたのだけ覚えてるそのゲームでね、なんか探し、うん、なんか食べ探しみたいなのしてたのかな、うん、あんま覚えてないんだけど夜にテントの中でする女子会が楽しかった。私枕投げしたよえなんか枕投げ禁止されてたからやんなかった。あそうなんや。枕投げやったもうめっちゃ笑いすぎてお腹痛くなるよね。ああいうのってうーってなるみんな静かにみんなで寝転びながら女子会してた。なんか大体想像できるかも。本当、うん、なんか想像できちゃう。いいね楽しそう
好きな聞く担当なんだけど。聞く担当なんだ。何々くん好きなの実は可愛いって思ってました。なんかご飯炊くとかやったんだけど、その後キャンプ行った後何がご飯炊くのやったよね。どうやかんご飯炊いてお味噌汁作ったの、うん、それを 3,4 時間目ぐらいでやったの、うん、で4時間目の後が給食だったのね、うん、で 3,4 時間目に調理実習して、うん、でその調理実習の部屋でに給食持って行って、あ持ってくんだ、そうご飯5だからプラス2 お水汁物プラス2マジで倍の量の給食をめっちゃ食べた。だからあの日めっちゃ面白くない？結構給食でもまあまああるじゃん。ねあるね意外と。ね意外とあるじゃん。でさ食べきれないとか言うじゃん、うん。お昼残って食べるとか言うじゃん。そんな余裕でね。うん、でそもそも時間がないんで。ああ。いやめっちゃ食べるの遅いからさ。もうくるみ終わりそうだけどリーナあと半分ぐらい残ってるわ、うん、思った。えどうしたのリーナちゃん。え食べるの遅いんだよねいつも。給食もいつも最後までリーナ残ってる。大阪といっても天王寺か梅田か。天王寺も梅田もナンバ好きなんだけど、ナンバもいろいろ行きますよ。最近行ってないですけど。くるみ関西弁話すことある？関西弁喋るで。ちょっと作ってた、うん、あんま聞いたことない。あんま聞いたことない。だから意識してないから、なんかもう映るの。標準語だから、みんな。同期が、キョッピー以外。キョッピーも最近標準語じゃん。うん、裏でとかで喋ってる時、うん。ほら、もう標準語なの、みんな。新喜劇見ますよ。でもちっちゃい頃はいっぱい見てました。あ、そう、じゃんけん大会あるんです。また言うね。舌が赤ちゃんの？そういうわけでもないんだけどね。ありがとう。奈良来たらここ行っといてって場所教えて。ここ行った方がいい。ねえどこかな。リーナ司会の生誕祭。そんなグダグダになりますよ。くず餅って奈良？何くず餅って。え、くず餅って奈良なのかな。くるみめっちゃ好きなんだよね。え、聞いたことある。くず餅ある？うん、奈良じゃないか。受けてたよ、リナ。うん、柿の葉ですよ、マスクですよね。確かに、濃いかも。犬系だよね、さすがに。北海道が有名なんだ、スープカレー。知らなかった。またありがとう。あ、間違った。ありがとう、嬉しい。今日の声超楽しかった。やったね。会いに来てね。応援してください。え、スープカレー北海道札幌名物って知ってた？なんて？スープカレーが札幌の名物。インドじゃないの？なんか札幌の名物らしい。すごい、知らなかった。くるみって、ね、枕投げられるの重いよ。なんかね、もうね、全力でね、全身使って笑いながら投げてるからさ、めっちゃ遅いの。ちょっと想像できる。もうお腹痛いから、もう笑って、もうほっぺたとお腹痛いから、おーって。夜になるとくるみはね、テンションがとっても高くなる。ツボがめちゃくちゃ浅くなる。めっちゃやばいだろうね、夜テンションね。私の夜テンションやばくなる人なんですけど。調理実習でケーキ作って4分の1食べた後に給食だったことある。結構やばくない？しかも甘いものなくて。4分の1ってまんま悪くない？ね、ホールの4分の1でしょ。結構食べたね。釜で炊いたご飯。釜？うん、お鍋？鍋。なんて言うんだろう。100年会館行った7年前。うんね、 SK はね、100年会館でしてるんだよね。なんか映像見た。ありがとう。キーマカレーがひき肉系。ひき肉系ね。
がとう。スープ状のカレーにスプーンで作った。奈良弁、名古屋弁を映ったりして、名古屋弁食べたことないわ、やっぱり。名古屋弁って何ある？ます。なんか全然わかんない。名古屋弁はね、放課とか。放課？あ、放課。休み時間のこと放課っていう。ね。あと今日さ、MC でさ、なんか岐阜弁って言ってさ、花菜が蹴ったみたいな言ったけどさ、うん、蹴った？何かも蹴るってこと？なんか自転車のことなんだけど、うん、あれ名古屋弁って聞いた。自転車を乗るってこと？漕ぐってこと？自転車のことを蹴ったっていうらしい。リナ使わない。直したは言わないよね。直す。何を？前髪とか。違う違う。机を直す。つる。机つる。どういうこと？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 ちょっと待って待って待って。机つるも名古屋弁らしい。どういう意味？なんかみんな同じなのか分かんないけど、掃除の時間に、うん、あの机の机を運ぶこと、うん、を机つってっていうの。運ぶことをつるっていうの、うん、うーん、運ぶことっていうか、なんか机を運ぶときは机をつってっていう。これ運ぶときは普通に運ぶ。あ、そうなんだ。これ直す、これ全部 直すとかやっぱ言わないよね。うん、関西弁だと思う。初めて聞いた。名古屋弁ってね、分かりにくいけど結構ある。何々だらとか。マリア使わないけど、まあ、くず餅なら、そうくず餅食べた方がいい。なんかめっちゃなんかね、なんかあっさっぱり、あっさりなんかしてるんだけど。わらび餅みたいな感じ。あ、そうそうそう、わらび餅のもうちょっと甘くない版みたいな。絶対美味しいね。わらび餅ほど甘くはない。めっちゃ美味しい。大好きなんですよね。ちょっと悩んだ。昨日重機が夢に出てきて、誰が一番なんだと圧を受けた。ハトありがとう。重機の次ですね。なもんで。ありがとう。なもんで。なもんで。ないないなもんで。え、だもんで言うかも。なもんで。ダモンで言うわ。あれ人によるのかな。机を上げる、直すは片付けるかな。そう、直すは片付ける。片しては言う。片してって言わない。だから逆に、うん、片付けて散らかしたやつ直してっていう。直す、今から直すね。そうなんだ、直すなんだ。直す、直すって言われたら普通にね、同じ意味になるかも。うん、急に直してって言われたら。愛媛出身だけど直す使うよ。愛媛の方も使うの？みんなが一番だって夢の中で俺答えた。おお、偉い。あ、西日本は片付けること直すって言いますか。あ、そうなんだ。したらどっちが前に。え、絶対リナの方が下がってる。鍵を買う。え、言わない。鍵かけるとか、そっちの意味だよね。え、わかんないけど。やっとかめ、お久しぶり。ええやっとかめイコールお久しぶり。え、そんなん知らないリナ、聞いたことないです。やっぱ森くるだな、ありがとう。ボールありがとう。また待ってるね。今だ、押すべきです。愛知どっちかというと東京より大阪の方が近い。そうだね、東京より大阪の方がちょっと近い。リーナちゃんは疲れたこと偉いっていうのかな。言わない。でもなんか聞いたことある。それなんか偉いって言うらしいよ。修理の直すはなんていうの？直す。ペットボトル壊れたから直す。ペットボトル散らかしたから直す。修理じゃないよ。全部直す。またありがとうね。3月5日フルパン見れなかった。悲しいですね。何言って？3月5日あの SK とさ、フルーツジッパーさ、で公演じゃん。なんかあるの？公演じゃん。ああ。制服の、うんうんうん、見れない。うん。いつもありがとう。和歌山のクレちゃんがやっぱり可愛かった、ありがとう。あんたは偉い、あんたは疲れてる、あんたは偉い、あんたは賢いってこと。ありがとう。カットトマトもおすすめ。
通のトマトじゃなくてカレー？いや、そういうこと？あ、でもカレーにトマト入れたことあるな。うーん、美味しい、普通に。なんかカレー食べたら次ハヤシライス、ハヤシカレー食べたくなってきた。なんかあったの、ハヤシライス、ハヤシライス。どうしようと思って、でもなんか甘口はできませんって書いてて、うん、書いてた、ね、これ辛いんだと思って。なのに結局普通にすんのに。確かに。確かに君のことが好きだから聞くと勉強になる。君のことなら馬鹿にしてるわけじゃないですよ。よく分かってないだけです。かっこいい。ありがとう。正倉院ん？奈良？正倉院って書いてある。知らない。え、もうお寺の名前なんてもうありすぎて分からない。法隆寺かな。あ、法隆寺あるよの正倉院。そうか、あれだよ、多分法隆寺と正倉院も一緒だと思う。へー、メルトありがとう。大きなお風呂、難しいな。普通のお風呂行く。よいしょ。福岡も知らなそう。え、福岡は可愛すぎるだろ。可愛すぎた、ありがとう。ゴミを捨てるはほかすっていうじゃないか。なんだっけこれ、九州じゃないのか。ほかす言う、ほかすも捨てるも言うかも。これほかす、ほかす、掘る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 。おばあちゃんとかは掘るっていう。そうなんだ。このペットボトル掘っていいみたいな。言わないわ。言わない？くるちゃん腰大丈夫かい？バレちゃった？うち隠してるつもりないんだけどね。ハートありがとう。奈良にあって愛知にはないのは何があるだろう。奈良にあって愛知にない山？あるよ。あるんだ。山たくさんあるよ。川あるね。あるよ。ダメすぎ。鹿もいるよ。鹿いるの？うん、野生の鹿？うん、多分。ええー。いるよ。柿の外し、まあ、どっかに売ってるね。どっかにはね。桜あるね。桜ある。お寺あるね。あります。カレー飲み物、え、それ聞いたことある。何かな。めっちゃいいな、それ。ハヤシライスに甘口とか辛口ってあるの？え、わかんないけど、なんか米印で甘口はできませんって書いてた。ここに大食い無料があった。え、めっちゃいいじゃん、それ。くるみイコールギャギャギャはいい、ギャギャギャはいい。とか知ってた。うん、知ってたけど、リーナいなかったから。別に聞く担当だった、ずっと。キャクルコンの好きな女子の名前言わされる。え、男子もそうなんですね。え、夢なんだ。ちょっとごめんなさい、分かんなかったです。で、来てよ。マフラーありがとう。覚えてる範囲まとめて。そうそう、メールにしてる。なんか漢字は見たことある。テンゴハートありがとう。そう、おしゃべり、あ、そうだよね、しゃべってるからか。本当ありがとう。でも給食は喋ってなくても一番遅いです。かおりちゃん好きだった。え、それ聞いたことある。だから平田、確かに大仏ないじゃん、名古屋に。お、ない。大仏です。ないかも。古墳、古墳ない？あ、あるか。古墳ミュージアムとこあった。あ、あるじゃん、めちゃくちゃ。めちゃくちゃあるじゃん。ミュージアムじゃん。ありがとう。前方後円墳ないんじゃない？ないかな、わかんない。でもない、ないから帰ってくれてるんだよね。うん、360度山あるよね。確かに奈良にしかないのは山に囲まれてるから、360度どこを見ても山がある。確かに確かに。確かに。いいよ。ないもんね、ビルだもん。名古屋とか行くと。インドってどちらかというと何なんだ。鎌倉ね。子犬系、子犬系嬉しい。深夜近づくとリップちゃん出てくるよ、いつも。ボールありがとう。ラブレターありがとう。前方後円墳はないけど古墳はあるよ。
それもないね。じゃあボタンを買う。え、知らない。なんか聞こうと思ってたのに。え、ダラミか。あ、ミカーメンか。どういう色々してる。え、なんか混ざりそう。これありがとう。ハートありがとう。君のことが好きだって。あ、本当？僕はいつもここにいるよ。いずれたら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 すごい。すごい。本当に覚えてない私。結構さ、サビの雰囲気違くない？え、なんかあ、それ覚えてる。サビは覚えてる。いいよね。え、ドクリンゴは？ドクリンゴ。あれみたい。ダンダンダン。ハッシュタグ。結局やらなかったけどね。ね、やらなかった。やりそうでやらなかったです。他何やったっけ。本当は金木犀とかも出る予定だったんだけど。あ、出てたじゃん。年齢がダメで出てない。あ、そういうことね。そう。あともう一つ年齢ダメだったやつ。あ、最後何やってたっけ。あの須田さんの、そう、須田さんみたいなやつ。めっちゃ忘れた。長かったよね、題名。あ、トゥービーやったよ。僕の太陽もやってた。トゥービーはナオさんの卒コン。うん、僕の太陽もじゃない。そうだっけ。続けてやった記憶がある。キノ先生やってないよ。ポンポン隊ね。あー、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 怖いわって言われたら、ラン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 ありがとう。リセットもやったよね。15周年で。みんなこれ15周年。そうなの？小僧院、え、小僧院習ったことあるもん、リーダ。だから小僧院東大寺って言ってる人とさ、法隆寺って言ってる人がいるんだけど、どっちですか？東大寺じゃん。あ、ドクリンゴパーティーか。なんか演目見てるときに、あ、あるって思ってたから。うん、地方にあるじゃん。大分とかもあったよね、そこ。来週は公演ないです。あるっけ。ない気がするよ。再来週かな。愛知にも大仏あるって。全部あるじゃん。この大仏は、これ大仏か。いるらしい。大須に古墳があるんだって。そんな近くにあったと。青春ガールズもやってみたい。青春ガールズ楽しそうじゃない？楽しそう。毒がまだ早い。え、毒がもなんかさ、え、まだ早いっていうのも思ったんだけど、普通にやってました。歌ってたしね。あ、だめだ。あ、そうだね。来週末はある。でもなんか来週の平日がぽっかりない気がする。二人でオカミとプレイ、やりたいんだよね。ね、言ってた。二人でもオカミやりたいって。奈良には奈良漬けがある。奈良漬け、あれだね、あの奈良漬け。お酒、あ、お酒、私食べたことないだから、ね、あ、うん、違う違う違う、あの、え、お酒じゃないんだけど、なんか
野菜とかをつける漬物みたいな感じ、わかんないけど、私食べたことない。ぬか漬けって言うんだ。でもなんかお酒っぽいみたいな。わらありがとう。大分唐揚げ、大分唐揚げなんてね、大分住んでたけどわかんないや。私は狂ってます。おお何初見さん、こんにちは、私は狂ってますってコメント。なんどういう変換したかったんだろう。わかんない。外国の方だったら楽しくて、あ、踊り狂ったとか。あ、そうかもしれない。ナイスナイス愛してます。あ、 Thank you Thank you ね、そう、お渡し会とかね、いろいろあるからね。茶色い漬物、やばい、パーティーが頭から離れない。パーティーしかわかんない。歌ってみたいな。うん、そういうことね。あんなフレンドリーな鹿は奈良だけ可愛いでしょ。エリアね、なんだっけ、タヌキと会ったことあるよ。どこで学校にいた。え、中にってこと？校舎の中に？うん、グラウンドに。ちょっといつか分かってないけど、めっちゃ引っ越ししてるからさ、ちょっといつの何か分かんないけどいた。タヌキ？タヌキがね、グラウンドにポツっていた。かわいいね、なんかもうもはやでかかった。でもなんか小学校の夏休みの宿題とかで星観察があって、あるね。そうで、わざわざ星が見やすいところに行ったりしたの、で山じゃん、でなんか行ったはいいものの、車で行ったからね、あのイノシシが、いて、本当に別に何もしてこないんだけどね、とことこ歩いてるだけだから。でも車の前をさ、とことことこって歩いたの、だからもう息止めといた怖い車の中だから息しても息しなくても変わんないけど無意識で、息止めといた。突進されたらね、怖いよね。普通にキツネ見かける。キツネかわいいよね。え、なんか雪の中にキツネとかウサギとかリスとかいる映像とか動画見るの好き。かわいい。ウサギ見たことあるかな野生のタヌキは意外の、見たことある。かわいくない。かわいい。幼稚園の頃さ、ウサギ2匹がね、あのこう遊ぶところ飛び回ってた。遊ぶところ飛び回ってた。なんかめちゃ広くて、あのグラウンドが、幼稚園の時にタイにいたんだけど、めちゃ広くて、なんかウサギ飼ってて2匹めっちゃ走り回ってた2対1。いや、すごい友達とかカエル触ったことあるよりな。カエル私は得意じゃないのですみません。これ統一してるの不思議。え、ちょっとね、省いちゃった。クマちゃん、ありがとう。似たようなコメント、あと星になってるやつ、狂ってるわ。クレイジーでエリちゃん大好き。あ、そういう意味、ありがとう。 Thank you 軽いな岐阜ではイノシシよく出る。そうなんだ。それと近くいる。もう1時間してるんだけど、早いね。早い。まあ食べ終わってないよやばい、食べ終わってない。お花ありがとう明日は、明日は何の日ですか皆さん。何の日ですか？
そうです、配信の日です。配信の日だよ。明日は配信の日です。4時です。え、 YouTube、 YouTube、 誰でも見れます。絶対見てね、ビューティフルです。よろしくお願いします。 やばい、歌いそうになった。よくあるじゃん。もうさ、もう全くさ、みんな知らないわけじゃん。聞いたこともないじゃん。どこにも発表されてないじゃん。そうだね。あー、危ない。危なかった。もう画面の下でフリやってたわ。ちょっとずらしたらやばいじゃん。危ない本当に、あの本当に出そうだった。ね、もう危なかった。めっちゃ歌いそうだった。やばい。危ない。ギリ耐えた。本当になんで耐えれたんだろう。頭の回転が追いついてなかった。もう何も考えずに歌おうとしてたの。ね、分かる。何も考えてなかったからさ。フリーレはもう終わったの。もうさすがに終わって終わりました。しかもサビ歌いそうになったからリーナ。私イントロ。危なかった。よく耐えた。本当によく耐えた。うん、なんで耐えたんだろう。よかった。危ない危ない。ああ、怖い。ああ、疲れた。それだけで。危なかった本当に。危ない。早く言いたいよ、ね、早く見て、早く明日の4時になりますように。危なかったわ。もう行ったらね、うん、もういつでも歌えるから、全力で歌わせてもらいます。ありがとう。そうそう、まだね、書いてない。なんか頭に残る曲じゃない。そうそうそう、頭めっちゃ残るの。でもテストとかに流れてくる感じ。テストの時脳内にちょっとこの話してたら歌いそう。脳内にいる、うん、いるよね、やっぱいる。分かる。で今もいる。なんかあのなんていうの、もう頭に残る曲すぎて言いたくなっちゃう。なんか危なかった。ダンスも結構好き私、うん、エリナもめっちゃ好き、ね、うん、だから早く見て。4時になったら早く。チンじゃないから。惜しいじゃないからね。プロアイドル本当にプロでした。よくやった。ね、本当に自分よくやった。よくやった。本当によくやった。みんな褒めて。ありがとう。みんなの楽しみを奪わなかったから。まあ、当たり前です。当たり前なんだけど。ダメです。当たり前なんですけど。お花ありがとう。ブラボーありがとう。ブラボー。えらいね、すごい棒だね。えらいよ、くーちゃんえらいからな、うん、棒だね。、うん、もう棒がついてる。ねえ、もうびっくりマークだよ。よく耐えました。えらいやって。あ、パチパチ。お、ありがとう。今日はもう土曜日なので歌っても大丈夫。ダメですよ、土曜日じゃないし、日付も変わってないので。おひんて。いくよ。
ダメだ。じゃあお楽しみってことでよろしくお願いします。何あーカイカイ言うのね。ご新漬け美味しいね。でもみんな意外と、うん、歌わなそう。アンズ歌うかな。なんかテンション高まっていっちゃいそう。本当？ね、いい音したね。そうギリギリ攻めた。甘くない？なんかココイチの福神漬け、うん、甘くて美味しい。だから全部なくなってんだよね。これ福神漬け好きなんだよね。美味しいよね。なんかあること気づかなくて普通になしで食べてた。ね、わかる。美味しい。絶対つけるいつも。寒い。なんでだろう。暖房の27度ってあれだよね。暖房だよね。うん、え、なんでだろう。めっちゃ寒いんだけど。どうしてですか。ルミちゃんはとっても寒いです。オッケー。カレンダーの新しい宣伝見た。めっちゃ可愛かった。衣装も可愛かった。27、暑いよね。めっちゃ寒い。あ、そうなんだ。めっちゃ寒い。あんずもさっき耐えてたって。おお。やっぱみんな耐えるんですよ。歌えそうになっちゃう曲、うん、本当にバラエありがとう。危なかった。なんかさ、ビューティフルってさ、英語でさ、音符つけてさ、送ってくる人いてさ、脳内に流れてんの。やめてよ。これみんな言ってビューティフルまで3、2、1、はい。言いません。代わりに乾電池を2人で、いっせーので、君の瞳にあー乾電池、まるで火花が散るようにこの胸がショートした、恋はエレキテレビリビリ感じる、ミックスじゃないんだ、思考回路に雷が落ちた、ベイビー。あープロアーティストいた。一回さ、リハでさ、リハーサルしてる時にベイビーアーのアーをね、一人分かんないけど、めっちゃやばかったんですよね、一回。ベイビーアービールのダイエットの人みたい。てかさ、今日のさ、プールもさ、はなちゃんと二人で座ってんの、あの、めっちゃ、もう、うますぎて、もう。どこだったっけ、だまり。色が褪せた。あ、そこか。なんか、多分余計にのとこからだよね。もうなんかね、リハとかもなんかもうビブラートすごくて、余計にからね、なんか出しやすい。余計に寂しくなる。本当にプロすぎて、すごすぎた。うん、みんな歌うまいんですよね。純喜も純喜も上手。からのビューティフルは歌いません。あ、いた、めっちゃ読もうかなって思って見てた。いません。そのうちハモり出す。ハモり？え、でもみんなハモりできない。どうハモりってどうやってするの？ね、わかんない。え、あれできるよ、バーコード。え、バーコードじゃ普通に歌う。あ、わかんない。歌詞わかんない。やったことないから。バーコードはスキャンしてる。してる。ページのバーコード。タッチ見したファッション雑誌と元のコーヒー。ピー。え、合ってるっけ？ピー。え、なんかさ、出てこないんだよね。音源流れないと。ピー、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 音がする時みたいな。あ、そうそう、そんな感じ。元の缶コーヒー。ピー、ピー、ピー、音がするたび恋をしてる。読み取られそうで、あ、普通だ。
そう、そこはね戻る。めっちゃハモリ好きだけどできないんですよ。イケボで感電中。イケボ。ケーブルヒーロー。まるで火花が散るこの胸がショートした恋はエレキテルビビリ感じる理屈じゃないんだ思考からの雷が落ちた Baby なんかイケボじゃなかった大丈夫あお腹痛い私ね鼻声たくさん出せるんですよもう一回やってちょっと可愛い声でやってよ完全に可愛い声可愛い声出せないからじゃあハモってねハモるじゃあ下手なハモリ君の瞳に鬼わかんない面白いね面白い可愛い声でやったと君のできない君むずいよねだって曲がさそうじゃないじゃん乾電池まるで火花が散るようにこの胸がショートビブレたすごかったね今すごい可愛い声ただ声が高くなるだけもっと楽になった方がいいよ我慢は健康に悪いからだってそうやってビューティフルを歌おうとしてるんですねちょっと今は我慢しますいやめっちゃここ今ここめっちゃ流れたグズグズしちゃうグズグズしちゃうよねわかるわかるみんな知ってると思うこの曲だってテレパシー言ってるでしょだからああそう確かにそうそうみんなね意思疎通してるからねわかるよね曲そう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 でみんなも今脳内で流してください、うん、じゃあ僕がビューティフル歌いますあ歌ってくれる明日来てくれるありがとうボールありがとうたなちゃん今カラオケ中なの？えカラオケ行こうよ。ね今度カラオケ配信しよう。歌何歌うじゃん。なんかこれに入ってないやつ歌いたい。鉄なとか入ってないじゃん。それこそバーコード。あウィンブルドン歌ってよ。一人で。でバカにしてる？ちょっと悪意やったくない。悪意あったよね。ない。なんもない。真っ白。本当に真っ白。ない。なんかさ、ウィンブルドンしてそうなのにね。ウィンブルドンかチョコしてそう。本当？どっちか。え、チョコめっちゃしてそう。うん、チョコ。確かに。そっち系だよね、いつも。うん。やきもきしてるのやきもきやきもきじゃない？あ、違う？そんな感じだフラゲって何？くるみ呼吸困難に呼吸してます可愛い声できてる？あ、本当？あ、できてた？サビがいいよね、ビューティフル。あ、みんなわかってる。え、そうそうそう。そう、いい、やっぱいいでしょ、サビ。本当にね。いいよね。サビをする。イエーイ。フルが特におすすめです。テレパス能力。サイリウムありがとう。能力はないんじゃない。努力するんですよ。あー、やきもきやきもき。はなちゃん今から制服の目カラオケしてるらしいよ。今から今。賛成したいね。
2回目してる。思い交わした谷つくしのような新しい春が待てる大丈夫、何かできる気がして、空に向かって背伸びしたくなる、元気の準備中。厳しい、なんだっけ、寒さも雪も、わかんない、歌わりじゃないから。これも悲しいことも厳しい寒さも雪も、ちっちゃちゃちっちゃ、きれいな、黒も悲しいこともあ、そっか、待ってるよ、ごめんごめん。綺麗な花が咲くため、グローブは必要な季節、はい、あい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 、北風はいつしか向きを変え、雲の隙間日差しが漏れる、なんだっけ、道の上、日向のカレンダー、うつむいてた人みんな腕を上げ、あれ、腕を振ってあの夢へマスク、見えてくれる2番の歌詞がいい。あ、そうだよね、やっぱいいよね、わかる、みんな歌ってくれる、歌詞いいよね、歌詞本当にわかるやっぱ素敵な曲をいただけて本当に幸せです。悪意ないですよ、本当に。チョコ顔、そんなのある、うん、チョコしてそう、めっちゃチョコしてそう、なんかバーコードって聞いたとき、え、バーコードなんだ、それは分かった、めっちゃ自分でも思った、え、バーコードって思った、ね、思ったよね。でもなんかまあ歌うまいから確かに、でも意外だった、うん、みんなもう絶対違うだろうなって思った多分ね、あの中だったらグローリーデイズか、いやでもないな、いやチョコだって、ね、ウィンブルドンかチョコしてる、絶対、うん、絶対そうだね、うん、私なんだろう、逆にバーコード、アメピ、グローリーデイズ絶対してない、もっとじたばたしながらやりたいことだけやればいい、サンシャイン、もう一度やり直そう、強い自分になれる、なれるはず、エビデイ、エビデイ、かわいい。ダンス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 ダンダンダンスダンダンダン。その後ってなんだっけ？あ、バコードか。え、出たくなってきた。じゃん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 。ファミレスなら向かいにあるけど。カレハ歌ってるって花ちゃん。待って、あ、枯れ葉？ひらひら、枯れ葉が風にゆらゆらなんかと混じってた、枯れ葉が風にひらひら、あなたのカーテンはいや、カーテンだ、あなたのせいのか、枯れ葉が風にひらひら、心に舞い落ちてくる、私一人きりのスペーション出るえ、なんか予定になったこと好きになる、キャンセルされた予定、旅行旅行予定ってなかったっけ、予定あるあるよね、うん、なんだっけ予定、キャンセルされた予行、トランクの中詰め込んだ予定、めっちゃ好き、え、その後も好き、ガラス窓強がって、クリスチャンの回聞いてる感じが好き、強がっても好き、いいね、好きなんですあの人、リーナちゃん酔ってるやばい、めっちゃおもろい、第二の感覚が出てきて危ない危ない
別にいいじゃん。アミピ絶対かっこいい。え、なんかここが好き、アミピ。ピアノ弾いてとこ。そうそう、あそこめっちゃ超世代で初めて。雨のピアニストがそっと弾き始めた。ビルの街に流れる悲しいメロディ。窓の鍵盤を叩く静かの指。リータン、お酒入ってる？やっぱり。まあ、ちょっと福神漬け食べたからか。関係ない。全く関係ない。酒かす入ってるかな、この福神漬け。ああ。ちょっと入ってるかもしれない。そうか。そうか。うん。ハートありがとう。サリムありがとう。じゃあ制服の目で何したい？あ、うん、じゃあ S からいこう。 S だったらユニット何したい？うわ、つぼみしてそう。うん。したいってか、まあ、好きなの。ラブラブラミドゥ。ああ。大好き。エクスプロージョン。うん、エクスプロージョン。恋せよ乙女。エクスプロージョン。あれめっちゃ好き。うん、かわいいよね。ある。これしたいけど衣装かわいいし、うん、多分してなさそうじゃない？うん、そっちタイプではないよね。うん、あの背高い組のさ、最初に言ってる流星してみたい。あ、流星ね。月を巡る赤い夜空、かける、かっこいい、星が僕が綺麗。K2 は？ K2 はね、転生がいいよ。私転生が好き。リナ、全部、アップルタイとか、かわいい。うん、かわいい。あ、嵐の隠れ場所。好きなのはからの隠れ場所。確かに空の青さ。うん、切ない。ずっと待ってました。え、ちょっと本気見せてよ。くるみです。ずっと待ってたんですけど、私一人で行ってきます。おー、言ってないけどね、あれ毎公演。うん、外してるもんね。うん、いいですね。転生が好きです。転生いい。転生時間もトランク壊さないように。トランク次はリーナちゃん入れようかな。入ってくれる？あ、入る。あ、よろしくよろしく。だって終わってるもん。第6回終わって入っとく。待機しとく。休憩。うん、だから水飲んでるわ。真面目な顔でこれは最後まで。歌詞がね、曖昧なんですよね。みんな言うよね、トランクにゆねちゃん入ってるって。マジ？みんなよく言う。リナ待たずに一人で行ってしまいそう。リナ待つよ、ちゃんと。じゃあ声出していこうぜ。公演は、めっちゃ好き。ってなんだっけ、転生？転生じゃない。釘付け。そう、釘付け。20% 22。でそろそろ終了のお時間ということで、スペショタイムとか終わりたくないよ、ね、充電が許してくれればよかったんですけど、 100% にしといてよかった ね。こんなに減ると思ってなかったんで、気が好き。リーナです。ずっと待ってたんですけど、そのせいで乗り遅れました。
乗り遅れたんかい。乗り遅れたバージョンね。なんだろうと思ったら。だからか軽かったんだ。あいつも揺れちゃうんだから。ちょっと辛いだったね、よりセーフなっぽい。大仏ポーズ。大仏ってこれ？おお。昨日マリちゃんの誕生日でした。おおめでとうございます。大好きです。かわいいマリちゃん。おしゃれキャットマリちゃん。するかと思いました。失礼します。まあちょっとこれ撮ってもらって、じゃあピース、じゃあみんなからしたら我らがビューティフルでしょ。なるほどね。自分のことはこれって言いました。枯葉のステーションポーズなんかある？これやってる？やってるかも。枯れ葉のポーズってなんだろう。傘持つんじゃない？なんかさ、ちょっと決めてるのもらえん。ちょっと多いんでもう終わりますの、私10なくなっちゃうんで。 19% になりました。ということで、はい、いいですか？ということで、しましたか？はい、終わってからしますね。終わってからですか？はい、皆さんありがとうございました。今日は配信終わりたいと思います。1時間半も長々とありがとうございました。え、そうだよ、キリいいね。なんか意外とすぐ終わったね、1時間半。みんな見てくれてありがとうございました。カレー美味しかったです。明日の配信をもうぜひ見てください。嫌なところで声もありがとうございました。またね。もう20%ありがとうございました。明日は楽しい配信でした。バイバーイ。手ちょうだい。手ちょうだい。おお。ということで終わります。ありがとうございました、皆さん。またね、バイバイ。